はいどうも、藤230KG です。ちょっとね、今ドラゴンボールヒーローズの UGM の第4弾の発売日ですね、今日が。で、ちょっと今日ね、お目当てのカードがあって、当たるとすげーずキャンペーンの孫悟空なんですけど、こちらちょっとね、かなり確率が低いみたいで厳しいんですけど、ちょっと当たるまで頑張ってみたいかなと思ってます。ちょっとね、時間がネックで、今ちょっといろいろ仕事があって23時なんですよ。もう1時間くらいしか多分もう回す時間ないんですけど、なんとかその間にね、連呼しまくって当てたいなと思います。よし、とりあえず行ってくるか。じゃあ行ってきます。スターチューフィギュアで有名なね、ジョンジョンさんと当たるまでやりましょうねっていう約束をツイッター上でしてて、ちょっとなので絶対当てたいなと思います。じゃあ行ってきます。とりあえずまず両替ですね。割と両替だけで3分ぐらい使ってる。角で行こう、角でやってますね。あ、ここバトルは死ぬ。全部でね、25枚まで買えるみたいですね。25枚増えました。これね、当たるともらえるのがこれなんですよね。めちゃめちゃかっこいいよな。はい、 CP こんな感じのカードがあります。このセットが人気です。とりあえずまあ、ひたすらお金入れて、今セーブしてきたな。よし、セーブ完了だ。よし、ほい、一発で終われ、一発で。もうこれで耐えれる。そしたらこれで耐えるぞ。頼むぞ。何ができかな。あー、まあまあ、確率どれぐらいなんかな。なんか人によっては10万かかっても出なかったっていう話も聞いたんで、ちょっと今回ビビってるんですよね。ジョンジョンさんもね、4万ぐらいやったけど当たらんかったって言ってたんで、また明日挑戦するって言ってたんですけど、ちょっと僕がね、ジョンジョンさんの敵を取ります。って言っても1時間しかないからね、取れなかったらすみません。このね、間を使って出たカードを見ていきます。まず右シリンダーから、今までのね、50枚から一気に見ていきます。もうこのラウンドのバトルアプリの一気だ。まず右から、このバトルアプリの一気に見るけど、出るバトルアプリを選んでくる。あ、かっこいいな、このマジンブー純粋で。おー、かっこいい。CP かこれ。よし、はい、ラーダックから始まって、ちなみにね、適当に始めてるんで誰かの残りです、多分。お、すげえ、やった。これはドラゴンボールガールズの CP ですね。これ絶対人気やと思うよ。で、まあ、お、ザマス来た。これはでもただの星さんか。はい、こんな感じです。まあまあまあ、見ていきましょう。今からまたこの抽選がある。頼むぞ、来てくれ。はい、まあまあまあ、次の50連ぐらいの間に1個ぐらい当てたいですね。ご飯の UR が欲しい。めっちゃかっこいい。ご飯ビーストの UR。 ちょっと当たった人のね、動画見てたんですけど、あれめちゃめちゃかっこいいですよね。ちょっと早いうちに当てときたいな。一番くじとかもあってね、もう金使いまくってるんで、なんとかここで当てときたい、早いうちに。頼むぞ、頼む。できたね。はい、仕方ない、行きましょう。今度はこの25年終わるとちょうど1万ですね。カード使
そろそろね、当たり出してもおかしくないぐらいの金額ですよ。1万ですかね。よし、これで1万円よし。じゃあちょっとここでまたカードを見ていきましょう。当たったやつ何か。まず右シリンダーからいきます。魔人ブーから始まってで、こんな感じです。おかっこいい。これはでも星3なんや。これでもイラストがかっこいいよな。でトランクルーザー、おターレス来た。これは星4のターレス、かっこいいですね。やった。でこんな感じです。で次左シリンダーも見てきます。まず魔人ブームアップから、おピッコロや、かっこいい。でどんどん来て、あー得意の未来戦士。で何が来る、お来たー、かっこいい。これ CP のベジットやな。やった、めっちゃかっこいいの当たったわ。でこんな感じですね。これでまあ100枚目終わりです。よし、じゃあどうなるか。100枚目の抽選頼むぞ。当たってくれよ、当たってくれ、そろそろ当たってくれ、頼む。25枚2500円買ってますからね、1回の抽選で。頼む。何がでっかな。あー、よし、また行きます。めげずに。多分大丈夫かな。ちょっとジョンジョンさんは、ね、僕は今までこうやってね、欲しいもののためにめちゃめちゃ金使ってきたところを見てくれてるみたいで、僕のことを同志っていう風にね、呼んでくれてたんで、僕もね、ジョンジョンさんを同志だと思って、まあなんかね、だから、どちらかがね、初日にちゃんと当てて帰るっていうのを達成したいですね。頑張らなあかん。運も気合いでなんとかなるかな、実際のところ。今までね、基本も気合いで当ててきたんで、全部。これで12,500円目。そろそろ当たってもいいぞ、ほんまに頼むぞ。よし、頼むぞ、頼む頼む、ほんまに頼む。来てくれ来てくれ来てくれ。みんなでっかな。ちょっと待って、マジ早っ。ちょっと待って、これ写真撮っとかな。ちょっと待って、マジで。当たった。12,500円。めっちゃいい。すげえ、やった。これヒーローズのサイトにアクセスしたらいいな。え、ジョンジョンさんやりました。これジョンジョンさんも喜んでくれるわ。ちょっとぜひね、ジョンさん、僕も夜中にね、23時に仕事終わってなんとか来たんで、ちょっと敵を取ったんで、ジョンジョンさんもぜひね、後日再戦してゲットしてください。やった、これゲットした。いや嬉しい。どうしよう、もうめっちゃ煽ったタイトルにできるやん、サムネ。当たるまでとかにしよう、もう。よし、まあ、とりあえず今の25枚見てきます。魔人ブー、ピッコロで、ゴテンクス、おー、これは CP か。いや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 、これちなみに右シリンダーです。あー、いや、やりきったね。もうちょっとこれシークレット引いたら帰ろう。これ左シリンダーで、こういう感じ。はい、今日もうちょっとだけやります。よし、とりあえずこの25枚分見ていきますね。まず右シリンダーから、はい、孫悟飯から始まって、はい、こんな感じで、次左シリンダーです。ミラから始まって、おお、時の火曜神で、お、あー、
25枚なんで当たることゼロじゃないですからね。こいこいこい、何ができっかな。はい、ということでね、まあこれで終わりたいと思います。いや、よかったやろ。合計いくらや。1万5000円使って、まあこんな感じでした。はい、ということで、まあね、今回はこれで終わりたいと思います。いや、よかった、マジで。はい、ということで、以上、藤波130KGでした。ご視聴ありがとうございました。